皆さんこんにちは、前住です。今日はですね、フォーミュラ E、TC01 シャーシですね、こちらのシャーシに使用できるオプションパーツ、そうですね、僕的におすすめのオプションパーツをすべてちょっと揃えてみてですね、購入される方の参考になるように説明したいと思います。まずですね、キットと同時に発売されるオプションパーツですけども、チタンビス、はい、チタンビスセットがあります。そして、アルミのロッカーアーム、そしてスタビライザーセット、ロッカーアームとね、スタビライザー2つずつ必要ですね。そして、このユニバーサルプロペラーシャフト、こちらも2つ必要になりますけども、こちらがね、キットを同時に発売するんですけども、こちらの方ね、まずおすすめだと思います。なんといってもね、チタンビスセットをフルに使ってね、軽量化するっていうのも大事だと思いますので、まずこの4つが大事になります。そしてダンパー系になりますけども、最近ライブの方でね、河野さんが、SSBB のダンパーがいいよって言ってたので、今回ちょっと SSBB のダンパーを用意してみました。それに合わせて、シャフトですけども、この長いね、シャフト 501X 用のね、ハードシャフトですね、こちらを使用したいと思います。ただダンパーはね、好みがありますので、ツリンカーの、ダンパー持ってるよって方でしたら TRF ダンパーでも構わないと思います。そして駆動系ね、ベアリング最初についてるので、ベアリングそのまま使用することもできますし、もっとね、駆動系軽くしたいよっていう方はこの TRF のね、フッ素コートベアリングですね、こちらもね、おすすめです。僕はね、作るとき必ず TRF の、ベアリングに変更しています。そして駆動系の部分でいきますと、まずスパーギアを止めるね、部分、ホルダーですね、こちら TB05 の、アルミスパーホルダーですね、こちらに変更すると精度も上がりますよ。で、そしてピニオンギアはね、キット標準で24枚、タミチャレ用に入っていますけれども、もしね、タミヤグランプリ全日本選手権に出る方はギア変更になりますので、22枚の、ピニオンが必要になります。そして、ユニバーサルですね。じゃん。じゃん。これちょっと後にしようかな。まずね、ダブルガルダンにしたいと思います。このね、3つを合わせるとダブルガルダンになるんですけども、さらにね、軽量化したい方は、ダブルガルダン、軽量クロススパイダー、そして、軽量ジョイント。こちらが、変更できると、ね、軽量化にもつながります。そしてね、ダブルカルダン使う方は、ナックルにね、入れるベアリングがありますけども、1050のベアリングをね、3ミリの薄いやつに変更してください。そしてリアはね、この XV01 用の、フロントのね、ユニバーサルが使えます。で、こちら39ミリになってますけども、バラで購入することもできますし、これをね、またさらに軽量化したい方は、じゃじゃん、アルミのね、ユニバーサルに変更することもできます。そしてこの先につけるハブですけども、六角ハブは5ミリアルミハブをつけたいと思います。こちらがおすすめです。そして、駆動系ですね、中にはね、ギアデフが入っていますけども、ギアデフの中に入れるね、こちらクロスシャフトですね、こちらアルミに変えた方がね、動作がスムーズになっていいと思います。そして、フロントはね、ダブルカルダン42ミリのものを使うので、スチールのカップを使ってほしいんですけども、リアはね、39ミリを使えば、こちらのね、アルミカップジョイントですね、こちらが使用できます。また軽量化できますよ。そしてデフはギアデフですけども、その他にオプションで、ボールデフ発売されています。グリップをね、稼ぎたいなっていう人はね、このボールデフをリアにね、使用するとグリップが高くなると思います。そしてフロント用で、こういったダイレクトのスプールも発売されています。すごいね、速いスピードで走るよって方は、このダイレクトのスプールがおすすめです。そしてギアディフはなんと、こういったアルミのケースも販売されています。こちらの方がね、精度が良くなるので、駆動系がね、スムースに動きやすくなります。そして、まあ、細かいとこですけども、ホイールナットは僕はセレーションのアルミナットに変更しています。そして、サスマウントですね。サスマウントは、この2つ、アルミのね、サスマウント、ノーマルタイプと、スキット変更ができるタイプがあります。
ノーマルタイプはキット標準の、位置になりますけれども、例えばスキットをつけたかったり、そうですね、ロールセンターを高くしたり低くしたい方はですね、スキット調整式の方の、アルミのマウントを使ってください。そしてサスピンは僕ね、やっぱゴールドが好きなんですよね。この46ミリ、チタンコートのやつですね。こちらをね、2つ用意して前後の、ロアのサスピンに使用しています。で、なんといってもちょっと僕こだわりはね、このサスピンを止めるサスボールですけども、スチールではなくてね、低摩擦の樹脂のものを使用してます。こちら使用するとね、少し、グリップが上がると思います。そしてそのサスマウントを止める際のナットですけども、キット標準は、鉄のものがついてますけども、このアルミのロックナットに変えると軽量化にもつながりますよ。そして、ギアデフカバーのところにはですね、ダンパーを取り付けたりいろんなピロボールを使いますけども、こういった形でピロボールがいっぱい出てます。チタンのもの、アルミのもの、スチールのものがありますけども、まあ、間違いないのはスチールのものを使っていただくと折れないと思います。あとですね、ロットエンドをつける部品ですね、そういったところをこのショートピロボールナットだとつけていただくと、精度も上がってよりスムーズに動くんではないでしょうか。そしてこのピロボールをね、取り付ける裏面につけるナットですけども、僕はちょっと見えないところでもあえてこだわりたいこの 3mm アルミナットですね、ブルーのもの、これアルミですので軽量化につながります。裏面ですけどね、ぜひ軽量化に使ってみてください。そしてね、僕ステアリングの部分はかなりこだわってるんですけども、僕ちょっと好きなアルミアジャスタブルサーモホンですね、これで長さの調整ができるので、切れ角とかの、ね、調整がしやすくなります。そしてなんといってもサーボはこの段付きの、ね、アルミのビス、これでしっかりと、ね、固定していただければ、サーボがぐらつかないと思います。急いでお話してきましたけども、かなり、ね、たくさんオプションパーツが付けれる仕様になっています。最初から、ね、全部付けなくていいと思いますけども、購入される前に、こちらの、ね、動画参考にしていただいて、TC01 を作る、準備に、役に立っていただけたらと思います。それではまた、ありがとうございました。